はい、騒然の日ですね。今日のなんだかややこしい難しい字ですね。よいしょ。はい、たっぷりつけて始まりましょう。で、こっちちょっと小さくしておいた方がいいですね。次の字がなんか長っぽそくてね。よいしょ。はい、この字もね、なんか鹿を書いて、そして米を書くんですね。よいしょ。ぐるぐるっと傾けて。ここであんまり大きくならないようにしないと入らなくなりますからね。やっぱり細かいとこも造法を忘れないようにね。ついつい造法を忘れちゃう人がいるんですけど、忘れないようにこうください。そっと、はい、はい、できました。